バランス調整後の最強デッキを紹介します。高回転ファルチェです。どうもドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで、いやもうね、今日来るバランス調整でファルチェの攻撃力が2倍になるというところで、もうね、いろんなところで大騒ぎを今まで来たことないですからね。攻撃力2倍とかどういうことっていう感じなんですけれども、ね、相変わらずライトニングには耐えるし、呪文での処理が難しくて、さらに攻撃量がかなり高いというところで、もう海外のね、掲示板とかでも、こんな感じバランス調整後の、環境はこうなるだろうみたいな、もうファルチェトルネードのオンパレードみたいな感じでね、まあ間違いなくファルチェトルネードが流行ってくるだろうというところで、まあ、どれぐらい強いのかっていうのを、今日の動画ではちょっと開発ビルドを使ってね、一足先に、トルネードファルチェの脅威をね感じていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこれを参考にして、トルネファルチェを使ってください。というところで、それではご覧ください。どうぞ。まずは重量級の代名詞ゴレダクネ VS、トルネファルチェ見ていきましょうか。もうこれはね、ダクネはそもそもファルチェに弱いんですけど、まあ、注目すべきはゴレの溶けるスピードですよね。ゴレダクネに対してファルチェが当たっていくんですけど、もう減る量がおかしいもんね。ダクネは一瞬で溶けて、さらにゴーレムも、ゴーレムの状態ではタワーに届かないと、もう一撃も入らないですからね。いやもうこれどうしよう、本当にゴレマイトのちょこっとしたダメージだけが入りました。ファルチェチャンネル、続いてはラババルーンですね。まあ、バルーン結構体力あるので、まあ、ファルチェトルネードだけではどうかなと思ったんですけど、攻撃力がねやっぱ高い。本当にこれもうトルネード使わなくてもバルーン落ちちゃうんですよね。これすごくないですか？トルネードを一切使わずして、あのバルーンが普通にファルチェ3周分ぐらいで落ちちゃうっていう。ああ、もうこれはね、正直バルーン使えないっすわ。ファルチェチャンネル。続いては、ジャイプラスのプリプリね。ジャイプリプリ。これはさすがに止まらないでしょ。ファルチェ出して、トルネードで。これはかなり突破力も高いですからね。かなり際どいとこだけど、いや、これはジャイプリプリの勝ちでした。ファルチェチャンネル。私もね、ちょっと意地になって、いろいろ試したんですけど、ジャイプリプリに対しては、トルネファルチェだけだと、やっぱ何回やっても難しかった。ただ、ローリングッドプラスの、ローリングッドで一回突撃を止めて、トルネードしてあげれば、プリプリも勝利できました。プリンスってかなり体力高いキャラなんだけど、まあ、ぶっちゃけファルチェでこと足りるよね。ファルチェチャンネル。次はみんな大好き、ロイジャイ先生ですね。ロイジャイはね、これ朗報です。ロイジャイはトルネファルチェに対して、一発タワーに入れることができます。ただし一発だけね。何回も試してみたんですけど、一発はどうしても、トルネファルチェだと防ぎきれませんでした。ファルチェチャンネル。続いては、さっきゴレダクネをやったんですけど、今回はゴレダクネプラス、ベビドラプラス、エリートバーバリアン。ゴレダクネ、エリババ、ベビードラゴン。これに対してトルネファルチェだけで受けてみました。これね、びっくりなのが、受けれちゃうんすよね。いやもう、やばいよこれ、ほんと。受けれちゃうって言っても、ちょっとゴレは残っちゃうので、まあ、正確にはノーダメージではないんですけど、まあ、後衛ユニットは一切届かない。ゴレパンチも一発だけというところで、まあ、正直これ見るともうゴレ使う気なくなっちゃいますよね。ファルチェチャンネル。続いては弱体化されたペッカ VS、ファルチェです。ペッカ工場と、ファルチェトルネードの対決。これね、ぶっちゃけ工場バーバリアンはマジで余裕です。もう工場バーバリアン一瞬で溶けて、こんな感じ。一瞬で溶けるんですが、さすがにペッカの体力は溶けきらないかな。これそのままタワーに一発ぐらい入るんだけど、まあ、ファルチェトルネプラス残ったペッカにスケルトンとかを持っとくと、まあ、余裕で完封できるかな。ファルチェチャンネル。結構いろいろやって中で一番ファルチェにおっと思ったのはスパーキーかな。スパーキーがちょうどファルチェに対して一撃で処理できるので、まあ、これは意外とファルチェの天敵になりうるのかなと思いました。トルネファルチェだけでは処理できないというスパーキーでございます。ファルチェチャンネル。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあファルチェトルネードバーサスいろいろなね組み合わせやってみたんですけど、まあ、個人的には重量級のゴレなんとかとか、あとラバーバルーンとかね、まあ、そっちに対してのこう防衛力の高さがかなり気になりましたね。でより大型呪文のいわゆるロッコストの呪文、ライトニングとロケットの採用率がかなり上がってくるのかなというところで、まあ、それを相手に使わせる時点でファルチェ強いけどね。ファルチェ5コストで出せて相手にロコストの呪文をもう強制的に使わせるっていうのが強いし、ライトニングだとギリギリ死なないんですよ。これがねちょっと強すぎるんじゃないかな。僕の予想ではライトニングで死ぬようにすぐ調整されるんじゃないかなと思うんですけれども、あ今日は、シーズン終了間際というところで、間際っていうか多分この動画上がる頃にはシーズン終了してると思うのでドズ2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ドズ2あとねサイトトルフィーまで150ぐらいなんですよ。だからワンチャン更新できるんだけど今んとこ更新できてないっていうね。もう朝からずっとトラゲしてるんだけど、もう無機状態ですよ本当に。そう、まあでもファルチェ、次はファルチェの時代が来るから、まあ皆さんいろいろね対策していきましょう。ちなみにライトニングプラストルネードとかライトニングプラスザップとかでは処理ができるので、そこら辺のね呪文の選択が増えてくる、わーおー、いきなり増えてくるのか、まあ、もしくはファルチェ対策って何していけばいいんだろうね。あの公演ユニットがそのセス的には対策カードになるんじゃないかなというところで、例えばホバリング砲とかマジアチャとかそういう公演ユニットで刺していくような、デッキ、そうファルチェを公演ユニットで牽制するみたいな時代が来るんじゃねみたいなことをつぶやいてました。ナイス、よし、ちょっと集中しよう。目の前の戦いに、ファルチェのことは一旦忘れよう。あ、この分かれ方はおしゃれっていうか嬉しい、嬉しい分かれ方ですね。ここはサホグライダーも飛ばしてあげつつミニペッカが出てくるかな。 OK 一発は入るよ。まあまあまあ、まあ、悪くない悪くない。ロイジャイ先生がなレベル高いしな。さあ寄せつつ、さあローリングッド OK。 左はポイズンで落とせるんで一旦右から形を作りつつ、左にロイジャイが出てきたらインドラ。ぶっちゃけ次まではあれできないから、守れないから、レベル13のロイジャイは1本は必ず折られちゃうんで、ここ左にザップ使うか。オッケーオッケーオッケー。ただこっちにさ、オッケーオッケーオッケー、左残った、熱い。ザップ使った後のコウモリメガナイトはかなりきついはず。さ、ここはポイズンも込み込みで、さインドラも働いてくれるのはでけえ、悪くない悪くないよ。さ右も大ダメージ、これ勝った、よっしゃ。ただただレベル13のあやつは侮ることなかれ。左、オッケーオッケーオッケー、左が落ちてないのがでかいね。さ、ここはホグライダーでまたユニットを使わせて、さミニペも使ってくれた、おいしい。んで次の、次が大丈夫。さ来た、ここ絶対ザップ使うから、さ来るか、こっちもザップ使って止めて、よし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 、完璧完璧完璧。これは勝ち申したでしょ。レベル13のロイジャーに勝てた時が一番嬉しい。嫌なローリングって嫌なローリングってのな。ザップ使った後ポイズンも足しつつ、悪くないよ。さあ、あとは時間稼いで終わりだ。残り10秒、真ん中からの操り以外はこの音を落とすすべはないだろ。 OK、 時間切れ、あざす、ナイス。このトロ隊でもファルチェ増えるのかな、まあ、どうだろうね。ウィザードがすごい多いんですよね、ドズ2のトロ隊だとウィザードとかあのネクロとか範囲攻撃で強いユニット、万能なユニットが強いんですけど、ファルチェがまた加わってくると厄介だな。てかトルネファルチェが増えることによってトルネードに弱いホグライダーとかもまた弱くなるんですよね。あとトリトンも増えそう、もう嫌だ。どうすればいいの、本当にどうしていけばいいのか分かんねえわ。これはメガナイトをギリギリで合わせたい。よいしょ、さあタワーの大ダメ、おいしい。今シーズンはねちょっと本アカも含めトロ上げが全然できなくて、まあ、それはなぜかというと富士山に登るっていうね予定をこのシーズンに入れちゃったっていう、ごめんちょい、もう言い訳になっちゃうけどここしか入れれなくて。来シーズンはでもロングシーズンですからね、次のシーズンはロングシーズン。そういえばなんでドズさんロングシーズンってこと知ってるんですかってコメント来てたけど、シーズン終了はね毎回、あーこれ危ない、シーズン終了は
毎回あれなんですよ、あの第1月曜日なんですよね、まあ、知ってるよって方もいる多いと思うけど、第1月曜日にシーズンリセットするから、だから来月のカレンダー見てみると5週間っていうのが分かると思います。よいしょ、一発ナイス、おいしい。この吹き矢がチクチクが痛いよね。嬉しいチクチクですね。さあ相手どう来る。さっきはなんかランバーいきなり飛ばしてきたけど、後ろからランバーとかで来るかな。バルーンとかかな、 なんだろう、わかんないな。あれメイン出てたっけ。メイン出てないはず。後ろから行きつつ、この右からランバーバルーンとか来たら嫌ですね。うわ出た、ファルチェ先取り、しかも金色。ちょっと待って、このトロってかね、今シーズンマジで5500付近にトロ上げをサボって、で最後になってからねトロ上げをしてくるやからどもが本当に多い。あ、そしてさっきも見たわ、この巨助、忘れてた巨助の存在を。さあこれは一発でも入れてくれれば OK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 。あー来た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 、これ結構危なくない、結構危なくない。ザップで飛ばしつつ、ポク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 、いやバルーン来た、マジか、これ結構やばい。ザップで飛ばされるか、あぶねえ。 OK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 。 あ、吹き矢がもったいない、まあ、仕方ない、背に腹は変えられん。でポイズンをガゴ入りでつけて、ちょっと今ターンを巻き込む余裕は私にはなかった。あー強い、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、バルーン来るよ、バルーン。あー、ここインドラこっちに咲いちゃうと逆バルーンが怖い。ファルチ来る、キョスケもあるな、これキョスケで受ける。さあ頑張ってくれ、ホグライダー2発、2発、2発、いやー惜しい、あと1発気合で入れてくれなかったか。ザップで飛ばしつつ、ギアで処理、オッケー、悪くない。さあいいよ、ギアが頑張ってくれてる。いや、生き残れ生き残れ、よしナイス、これは延命。いやー嫌な位置のこのファルチェ。ファルチェもうこれ以上強くならないでくれ。あーやばい、あぶね、これはちょっとやられたくさい。ザップで止めて、ノーダメ、よしナイス一発。あー惜しいじゃん、いよいよ頑張ってるよ、頑張ってるよ。レベル13が一体2発も。ポイズン、ここは延命したい。いやーきつい、いろいろ。おお、ファイボ。次のバルーンマジ怖いな。さあ来ました、ザップで飛ばしつつ、あー やられたか、吹き矢がやられてる。にゃーごめん、いやー今の立ち回りが微妙だったかな。あーもう、いやーでもちょっとレベルが高いよ。いやまあレベルのせいにはせんどこ。あとでもね150ぐらいなんだよな、いけそうでいけないこのあと少し、というところで、今日の動画は、前半ではねファルチェ VS いろいろをやって、後半ではドズ2、まあ、ドズ2まだちょっとまだもう少し時間あるから、もしかしたら、今から、奇跡が起きて連勝して最多トロフィー更新の動画も撮れるかもしれない。ギリギリまで諦めず頑張っていきたいと思います。はい、ということでじゃあ本日のね、動画はこんな感じで終わりたいと思いますが、バランス調整後おそらく、ファルチェが大暴れするでしょう。ファルチェデッキとかね、ファルチェを使ったデッキとか、ファルチェ対策のデッキとか、まあいろいろ環境が大きく変わりそうな予感がしているので、皆さんぜひね、YouTube チャンネルの、動画チェックよろしくお願いいたします。まあいち早くいろんなデッキを取り上げてね、ドズルチャンネル見てくれている人は、この環境を乗り切れるようにっていうのを目標に、頑張っていけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ファルチェチャンネル。